効果が終わるところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。まだ勉強が終わっていないじゃないですか。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。じゃあ勉強が終わったら遊んでくれる？もちろん遊びますよ。パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。嘘をつく子は悪い機械生命体になっちゃいますよ。よし、あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エートゥーさん。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体…生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。エーテルさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エーテルさんは。こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。ここを放っておくわけにはいかない。ここを放っておくわけにはいかない。
ここを放っておくわけにはいかない。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか？ああ、エートゥーさん、村の皆はどうなりましたか？すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か？廃工場は土地に避難させています。わかった、ひとまずそっちに行く。
大丈夫か、パスカル。ああ、エークンさん。一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エークンさんが来てくださらなかったら私たちもきっと。ありがとうございました。疑問、機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか。いえ、実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。このコアは自我データを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。そうか。この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。ここで籠城するにもう少し情報が必要だな。推奨、パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。なんだって。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。